こんばんは。1月の18日水曜日午後10時31分を回りました。4号ヒンゴの夜第382回です。今夜もどうぞよろしくお願いします。放送を始める少し前、地震が起きましたということで、気になったんで、ちょっとスマートフォンであちこち見ていたんですけど、地震、問題ないんでしょうかね。ちょっと待ってくださいね。災害関係のサイトしたいと思いますけど、福島の方で地震が発生、震度4なんですけど、何でしょうかね。最近固まっちゃうんですよ。最新情報は出てませんね。10月18日、午後8時12分の、地震の詳細はあるんですけど、先ほどの10時29分ぐらいかな。そのやつのは、まだ、載ってないんですね。再読み込み。まだ出てませんね。はい。ちょっと気にはなりますけど、最新の情報が出てません。はい。ということで、今日は、ジャパンから日本へというタイトルで、ちょっと真面目なお話をしようかなと思ってます。今年、こじけ編さん、1300年、日本書紀1300年が、8年後の平成32年にやってくるということで、宮崎県は、神話の国ということで、結構ね、古事記、日本書紀と関わりが深いんですね。この前、1月9日にありました青島神社の新春のみそぎ裸参り、あれも古事記由来の、裸参りなんですね。で、今回は知事も、参加されたんですけど、そういった、古事記由来の、日本古来の、伝統行事、伝統文化、史跡、いろんなものがあるんで、ワンコイン500円で、市内、県内の、そういった、観光地を巡るツアーも始まってますしね。まあ、古事記編さん、1300年を記念したいろんなイベントとかありますんで、まあ、ディスカバー日本ということでね、自分の国、日本の国を振り返るたびには、この1年間、また、日本書紀編さん、1300年までの8年間、ちょっと、日本という国を、振り返るといういい時期ではないのかなと思います。その中で僕も、ジャパンから日本へということで、まあ、日本という呼称、日本、または日本ですね、そういった、呼び名を、まあ、世界に広めていった方が、ジャパンっていうのはアメリカ、海外から、見た場合の呼称で、まあ、世界的には英語で、まあ、ジャパンというふうに呼ばれているんですけど、話によると、ジャパンは日本ではないという説もあるんですよね。黄金の国ということで、ジパングという言葉がジャパンの元になってたんですけど、黄金国家という
日本よりもすごい黄金国家があったんですね。カンボジア、アンコールワット。アンコールワットの、黄金の宮殿とか、黄金の、いろんな、建造物を見た西洋人が、そこをジパングという名前をつけたということなんですね。それを、まあ、カンボジアではなく、日本であるということで、ジパングからジャパンというふうに名前が発展してきたんですけどね、そういった言葉ということから考えてみた場合に、ジャパンでいいの？ジパングって本当日本のことなの？ということもあるんでね、まあ、日の本、日本、または日本という呼び名の方を、まあ、世界に広げた方がいいんではないかなということで、もう僕その第一段階としてこの前、ベルギーの日本国大使館の、グリーティングカード、それに僕の、写真が採用されましたけど、写真提供者一応クリエイティブコモンズに従って、クレジットを表示してくれって書いてましたんで、その写真にも日本、ジャパンじゃないですよ、日本という表記をお願いしてましたんでね、まあ、日本というふうに、表記されておりました。なんかでもジャパンという表記よりも日本とか日本という言葉を広めていた方がいいんではないのかなという気がするんですよね。まあ、カラオケとかも、全世界共通の言葉になってますしね、同じように日本はジャパンではない、日本は日本だと、日本だということを広めていった方がいいのではないかなということで、まあ、ジャパンから日本へという、キャッチコピーで、これからずっと、頑張ってやっていこうと思っています。それと、あと一点、考えているのが、皇居。今東京に皇居はありますけど、その皇居を宮崎に持ってこようと。まあ、急にはね、できませんし、まあ、そんなことできるわけねえよというような声もあるし、まあ、まあ、個人の案として今は考えているところなんですけど、まあ、神武天皇発祥の天皇家であれば、当然、原点回帰で、宮崎に戻るということも、選択肢としてはないわけではない。まあ、京都にも御所があるわけで、その御所、もし皇居を移すことができないんであれば、御所を宮崎にも作るということですね。今後、考えていった方がいいのではないかなと思うんですよね。何でもかんでも東京に集中しているということで、今回の東日本大震災、古くは阪神淡路大震災、または関東大震災、いろんな震災が起きた場合、東京に全てが集中していて大丈夫かということなんですね。まあ、福島第一原発の事故の影響で放射能の問題ね、今後どのくらい続くのかということと、まあ、週刊誌なんかでは今後マグニチュード8、9クラスの地震が、首都圏を襲うとかね、あとは南海地震、東南海沖地震、三連動の地震、東海地震もかな、含めて起きる場合の被害を想定した場合に、やはり東京に全て集中していると、日本という国の機能がどうなるのか。だったらもうちょっと、こういった中枢的なものを分散する、まあ、先頭ではありませんけれど、分散型の国づくりということも考えられるんじゃないかなと。そうなった場合に、皇居を京都御所か、または神武天皇生誕の地に戻すのかということもね、本当真剣に考えていかなければいけないんではないのかなと。高千穂とか、山の方だったら、まあ、割と地震の影響も少ないと思うんですよね。今度1月の20日から、師走祭りというのがあるんですけど、
くだら王、くだら王が、宮崎県の南郷町に、生き延びてきたということで、南郷町、南郷区か、今は。南郷の方には、くだら王の伝説、朝鮮半島からやってきた、王様の、話が残ってるんですよね。だから山の中だったら、まあ、割と地震の被害、災害の被害も少ないし、まあ、自然が多いということでね、まあ、土地は何ぼでもあるので、まあ、そこに、皇居に代わる新しい場所を確保する、そこに作っちゃうということもあるではないのかな。まあ、あちこちに書いた中でコメントをいただいて、警備上の問題があるということを言われたんですけど、それは解決できるのかな。逆に、そういった皇居とか、日本の中枢システムの一部が移ってくるということになってくると、まあ、そこで新たな雇用が発生する、インフラ整備、道路整備、情報網の整備、それに伴って、宿舎とか、町とかお店が増えてくるということで、またそこで新たな、経済効果というのも出てくるのではないかなと思うんですよね。特に警備が必要であれば、もっと警備に関係する職を増やし、訓練を行うということで、まあ、警備体制も、この問題はないのかなと思うんですよね。まあ、雇用創出、経済効果考えた場合に、そういったことも考えていく必要があるのではないかなと思うんですよね。まあ、国会議員さんがどう考えるかというとなんだけど、まあ、今の国会議員にそういった大胆な発想、今後そういったことを実現する力、突破力ってあるのかな、ないのかなと分からないんですよね。まあ、まずはそういった大胆な考え、まあ、大胆ではないのかもしれませんし、他の皆さんも同じようなことを考えているのかもしれませんけれど、そういったね、国民の意識を変えていかないといけないのかなと思うんですよね。今年の正月も、車であちこち取材したんですけど、玄関先に国旗を上げているお家って何軒見たかな。僕のお家は国旗をいつも上げているんですけれど、まあ、祝祭日はきちんと国旗を掲げてますが、同じ僕の町内で見たのは、市の役所、公民館はなかったな。一箇所か二箇所しか見なかったですね。昔は、僕が子供の頃は結構玄関先には国旗が掲げられて、まあ、今日は何の日かということが分かったんですけど、なんかね、年々、こういった日本国の国旗を見る回数が減ってきている。なんだろうな、という。まあ、国旗がどこに売ってるのかわからないという方も、理由もあると思うんだけど、ホームセンターに行けば、国旗はね、いろんな種類のが売ってますんで、コンビニとかでね、お手軽に国旗ありますというようなことで販売すればいいと思うんですよ。で、休みの日には、国旗を掲げましょうという、昔からあった伝統的な並ばし習慣というのを、まずは、そこから、やっていかないといけないのかなと思うんですよね。来月の、建国記念の日にはちょっと、これまで以上の多くのお家で国旗が上がるというと、そういった国旗がいっぱい上がるようにということをね、まず目指しながら、僕ら国民の意識っていうのを変えていかないといけないんじゃないかな。もう何でもかんでもグローバル化ということで、日本らしさをなくしていくっていうのはどうなんだろうかなと。今日東京大学が9月入学を検討しているということニュースが流れたんですけど、まあね、世界中で見ると、4月入学っていう国は4カ国しかないということなんですよ。それでもいいんじゃないのと思うんですよね。やはり春の桜を見ながら学校に入っていくということ、まあ、これ日本独自のもので、
ここまでもグローバル化する必要はないと思うんですよね。だからそうすると、なんだ、負けちゃう。何に負けるのか分かりませんけれど、グローバル化に遅れちゃうということを考えているんです。グローバル化ってなんだって、アメリカ中心のグローバル化だったらやる必要はないなと。日本主導で、ね、日本が先頭を切ってグローバル化していこうというのであれば、ある程度は理解示しますけど、4つの国しか4月入学がないんですよと。だから9月入学に切り替えましょうといった場合の学生さんの負担、今日の話では、高校が3月で卒業式を迎えると。で、9月入学までの半年間、ボランティア活動を行いましょう。また、大学4年間卒業した後の半年間も、ボランティア活動をやりましょうよ。のことを答申したようなんですが、果たして今の学生さん、やるのかな。今回ね、東日本大震災があって、ボランティアへの意識が結構高まっていったということはあります。が、続かないんですよ。続かない。何にしても、献血ルームが一時期逃げました。3月の11日の東日本大震災以降、献血が一番身近なボランティアであるということで、結構大変でしたよ、人が多くて。僕も2週間に1回成分献血を行っているんですけど、電話したら今日は満杯です、今日はいっぱいですということで、実際、献血ルームに行ったらもう待合室が、というほど人が多くてね、もう献血ルーム始まって以来、多いんですよということで、よかったねって、これで献血ね、血液不足解消できるよねって言ったんですけど、長くは続かないですよね。喉元すぐればなんとやら、この前、初献血に行ったんですけど、5、6人でした。また元の木阿弥で、この前、成人の献血ということで、成人式を迎えた、若い方々が献血お願いしますっていうね、デモンストレーションを行ったんですけど、また元の木阿弥で、特に冬は寒いので献血を行う人が減ってきてますということで、あれ一時期増えたよね、なんで続かないのということで、ボランティア献血をするっていうのが、一種のブームに終わってるんですよ。それを、ね、ボランティア半年間ね、ブランクがあるから高校卒業っての半年間ボランティアをやってもらうというふうに義務化した場合、義務化というか半ば反強制的に、そういったことを行わせるってなってきた場合にどうなんだろうかな。ボランティアっていうのはやっぱ自主的に行う活動であり、ボランティア以外でも今の若い方が海外旅行行かない、カバンを持ってヒッチハイクで、バックパッカーで旅行に行かないっていうのもあるんでね、ボランティアだけじゃなく、その半年間ブランクがあるんであればね、海外に行ってくれと。海外に行って、見聞を広げて、大学に入ってくれという選択肢もあるかと思うんですけど、でも就職関係で見ると1年間ブランクがあるっていうことなんですけど、ブランクがある人生もいいのかなと思うんですけどね。だけどちょっと今回の東京大学の9月入学に関すること理由を考えたら、今の4月入学でもいいんじゃねえの。グローバル化グローバル化って言ってアメリカに歩調を合わせる必要はないと思いますね。そういった身近なことから日本という国を考えるという必要もあると思うし、皇室典範、女性の宮家喪失問題、これも、政治家とか専門家に任せることなく国民レベルで議論をしていかないといけないと思うんですよ。国民レベルで議論しましょうということで、何年か前に
成人年齢を18歳に下げますというようなことで、ありましたよね。一時期、話題になって、議論されたんですけど、まだ成人は20歳、20歳ですよね。まだ18歳になりますというようなこと、何もないわけですよね。当時の政権、政治家がボンと花火を上げたんですけど、その後何もない。国民議論も何もない。その昔は国民投票法案とかね、いうのもあったんですけど、その後何もない。憲法改正に関する国民投票の問題ね。だから憲法改正に関する話も今まで聞かないと。だからポンと花火を打ち上げるのはいいんですけど、いつの間にか消えてる。で、政権が自民党から民主党に変わったということで消えたのかと思うんですけど、なんで継続して国民レベルでの議論を行わないのか。それがちょっとわからないんですよね。ただし、国体、国の在り方に関すること、皇室関係、皇族関係は、これはもう政治家、専門家だけではなく、国民レベルで継続して話をしていく必要があると思うんですよね。これ、個人的な話なんですけれど、今の皇太子殿下、大丈夫かなという気はするんですね。個人的ですよ。まあ、市民メディアじゃないですよ。大丈夫かな皇太子で、次の天皇は。歌会始めの歌を見ても、秋篠宮とか他の宮家の皆さんは、東日本大震災、福島第一原発事故で被害に遭った皆さんのことを歌ってましたけれど、皇太子殿下国際は、ん?何の歌読んでるの?っていうような歌だったんで、鷹人のそこまで行って委員会でもね、取り上げられておりましたけれど、どっちかというと、秋篠宮殿下の方が物を言うな。あの方の方が、弟さんの方が物をはっきり言うし、頭いいな。ということを感じてますけどね。だから、女性の宮家喪失の問題とか、皇室典範を切り替えるときに、そういった秋篠宮さんとかね、そういった皇室の中にいる方々が、もっとどん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 声を出していいと思うんですよね。自分たちの宮家をどうするのかということに関して、政治家とかね、専門家のお偉いさんがぐだぐだガタガタ言うよりも、まずは当事者がどう考えてるんだ、その考えを国民に伝えるということを、そこで国民と共に一緒に考えていく。コロ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 政権が変わるような政治家には任せられないなということなんですよね。政治がどう変わろうが、国がどう変わろうが、皇室はずっとあるわけで、ね、当事者がどう思ってるのかっていうところ、もっと国民に情報提供、国民と議論をするということ、これ必要ではないのかなと思いますね。まあ、その中で、まあ、皇室、皆さんが、いや、宮崎はいいですと。4年に1回とか、5年に1回とか、帰りますんで、宮崎に、皇居を移転するのは反対ですと。いうようなことを言えば、しょうがねえなということになりますけれど、現段階そういった皇室がどうするのかということも聞いてませんし、まあ、皇居を移すかどうかということもね、もう何もない状況で、まあ、自分が僕が勝手にね、話をしているわけであるんですけれど、また、災害とか、ね、地震がやってくるっていう週刊誌の情報とかね、まあ、首都圏に地震が起きたとか、起きた場合に、大丈夫か東京は。ね、情報も人も物も何もかも集中しているって中で、これも一時期、千と都を移しましょうという議論が自民党政権内であったんですけど、それも今消えて何もないんですけれど、千とって言っても全部東京の機能をそこに持っていくじゃなくて、皇居は宮崎に、
だと地にというふうにで分散型の戦闘というのも考える必要があるのかなという気はしております。まあ、大胆に物事を変えなければ今の日本の、社会を打破する突破することはできないのかな。経済効果とか雇用とかいろんなことを考えた場合に、まあだっても東京はもういいよと、あと場所を変えようよと、いうようなこともありなのかなという気はするんですけどね。どうなんでしょうか。リスクマネジメント、何かあった場合にどう対応できるのか、どう対応するのかといったところを含めて、避難先とかね、第二の都を作るとかね、そういった時期に来ているのではないかなということを思っています。もう今ね、昼間でも空振を感じます。桜島、噴火が激しいですね。新宮岳は、今おとなしいんですけど、マグマが、溜まってきている、上昇してきているということで、まあ、専門家がもしかすると新宮以外のところで噴火をする可能性もありますよというようなレポートも上がってきているんでね、あと宮崎市内とかは危ないような、もし御所とか皇居を移すんだれば高千穂とか、そっちの方になるのかなという感じではありますけれど、まあ、古事記、日本書紀と関係の深い宮崎というこの土地を日本の国は今後どうするのか、宮崎、宮の先って書くんですよね。だから、まあ、宮っていうのは当然天皇家皇室を指すわけであって、宮がつく地名の土地っていうのは特別な土地であるということで、もう少しね、僕ら国民も県民も意識を高めないといけないのかなというところですね。まずは祝祭日に国旗をあげようということ、できることからやっていきながら、新しい頭の中には常にそういったことをね、考える、何かあったら議論する、話し合う、憲法についてもそう、皇室典範、女性の宮家の創出、あと、なんだ、成人年齢の引き下げ、いろんな問題がある、TPP もね、含めて。そんで、なんていうか、あれ、もうあの話は終わったの？という状況では、ダメじゃないのかな、っていうとこですよね。僕らは日本という国に生まれて、日本という国で育って生きて、日本という国で死んでいくわけですから、僕ら以降の、あれ、すいません、画面が固まってますね。ちょっと待って、あ、OK かな。日本という国が今後ずっと永続的に続いていくということを考えたら、小山語に何を伝えればいいのかということは分かってくると思います。まさか、南北朝時代に何か問題があって、それを公にできないようなことがあるとかね。だから、なんとか天皇とか、私は南北朝のなんとか朝の天皇の末裔であり、私が正当な天皇家である、いうようなアンポンタンも出てくるわけですよね。だから、どうなんでしょうかね。まあ、バカな政治家に任せましょうということはやめましょう。Facebook なんかで今どこにいます、今、民主党の両院議員総会ですという写真をシャムで送って Facebook 流すバカな国会議員もいるわけで、そんな情報は必要ないと。あんたが国会議員として、何やってるのかという成果を見せないといけないのに、今沖縄にいます、明日はどこどこでここで会議ありますって、そんなこといちいち言う必要はねえって。
まだ若いあんちゃん議員だからね、まだ分かってないと思うんだけれど、県民が委員長を送り出した国会議員なんだから、ね、何をやってるのかっていう成果、それを出しましょう。そうしないと税金が無駄になりますよということになりますんでね。はい、民主党議員の皆さん、一生懸命仕事頑張ってほしいと思います。ということで今日は、ジャパンから日本へ、なんで僕がジャパンから日本へということを言ってるのかということと、まあ、皇居を宮崎に移そうというバカな大胆な考え、まあ、僕以外にもこういった考えを持っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますんでね、まあバカな話ではないと思います。神武天皇が統制にこうということで言ったわけですから、その留守を守っている僕ら県民はいつかは帰ってくると思ってますんでね、その帰ってくる日のために向けて我々宮崎県民は何か活動をしないといけないんではないのかなと思うんですよね。はい、ということで今日は、難しい真面目な話をしましたけど、こんな感じで、まあ、難しい話、真面目な話を本当はメインでやっていかないといけないんでしょうね。そんで、市民メディアとして、まあ、市民メディアというか、僕個人の考えが、多いんですけど、いろんな方々のご意見なんかもね、反映しながら、この放送でコメントとして、ご紹介をしたり、情報交換をしたりということでね、本当国民レベルで今後日本という国をどうしたらいいんだということをね、考える場になっていけば良いのかなというふうに考えているところです。はい、今日は割と長めにお話をしました。はい、あ、すいませんね。四五品五内売る、第382回ジャパンから日本へという放送を今日はお伝えしました。また明日も同じ時間帯に、放送しますんで、お時間ございましたらまたご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃ失礼します。